新建築家技術者集団とは1970年に結成された建築活動従事者の運動団体。通称は新しく1960年に関西を中心に結成された新建築家集団と1963年に東京で生まれた建築家集団が発展して、 1969年に関東で結成された新建築技術者集団や、その他全国各地の建築運動団体が合同して結成された。都道府県ごとに支部を持ち、発足時13支部、現在は25支部がある。団体として、公領と規約を持つほか、2001年11月の第23回大会において、新建築家技術者集団検証が定められた。 結成の目標及び運動の基本方針は6項目の検証としてまとめられた。新建築家技術者集団検証建築と街づくりに携わる私たちは国土を後輩から守り、かつ環境破壊を許さず、人々の願う豊かな生活環境と高い文化を創造する目的を持つ。私たちはこのことを認識し、行動するための目標を掲げ、 ここに検証を定める。1. 建築とちづくりを社会とのつながりの中で捉えよう。2. 地域に根ざした建築とちづくりを住む人使う人と共同して進めよう。3. 建築とちづくりの優れた伝統を継承し、理論や技術の発展と創造に努めよう。4. 人々に支持される建築とちづくりの活動を進め、専門性を確立しよう。 5. 建築とまちづくりに関連する国内外の広い分野の人々との交流を図り、連帯を強めよう。6. 建築とまちづくり、生活と文化、自由のために平和を守ろう。本部事務所は東京にある。役員は全員非常勤で代表幹事、常任幹事、幹事が大会で選出されている。現在の代表幹事は、本田ダ正一、中島明子。 タルミエジ、黒崎陽二、山本厚夫、方々深夜の6人。過去には、平松義彦、西山茂さん、神林博也武本を、海老原一郎が代表幹事を務めた。代表幹事のほかに、幹事会と事務局を有して運営。会には、建築と町づくりに携わる、あらゆる人々が、個人単位で各自が、対等の立場で参加し、 基本スタンスは建築に関する事項について住む人、建築を使う人の立場に立って運動し、現代の建築及び街づくりをより良い方向に変えること、そして建築技術者の要求の実現のための活動を展開している。建築運動団体としては過去はもとより現在においてまで最大の会員数を要して活動している団体である。会員は 設計事務所の所員や所長、建設会社の社員、館長の建築技術者、大学の研究者などのほか、弁護士、医療福祉の仕事をしている者など様々である。各人がそれぞれの職場で定められた考慮、検証によって仕事に従事することを活動基本としている。月刊誌、建築とちづくりを発行しているほか、 各支部ごとにそれぞれ会始やニュースを発行している。また、広く一般市民からの建築相談にも応じるなどの活動がなされている。全国研究集会や建築とまちづくりセミナー、新しい見学校などを開催している。他に各支部主催のセミナーや講演会、研究会、見学会などが行われている。また、夏には、 建築とまちづくりのセミナーなどを開催し、各地の課題への取り組みと実践の交流、さらに各地支部ごとに技術講習会や研究会、経験交流など数々の会合等を開催している。支部間の経験交流や検討の場などとして、秋の全国研究集会や新し県学校といった全国研修会、全国大会などが毎年開催している。その他、 建築とまちづくり相談や、欠陥建築相談などの相談会や、まちづくり施設づくり提言活動、住民運動との連携、協力なども行っている。ありがとうございます。